おお、すごいすごい。サニックスピン2006。サニックスピン、サニックスピン、サニック、サニックスピン、イエーイ。あ、第一人称視点なんだ。で、こう WASD で移動でスペースでジャンプ、ジャンプ、ジャンプの癖が強くないかこれ。うわわわ、なんだ。でシフトで走るみたいですね。でどうする、あのリングを取ればクリアなんでしょうか。取っていきましょう。うわうわわ、酔う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 て酔うってこのゲーム。え、何、あ、リプレイみたいな感じで自分でやったプレイ内容を確認できるんだ。うわそんなジャンプしてるからさ、視聴者はもちろんですけれども、私自身、プレイしてる私自身も酔いますこのゲーム。普通はね 3D ゲームって自分はね酔わないってことがあると思うんですが、これ酔うわ。さあそれでは次のステージですね。ここは、あ、飛び越えていかないといけないんだ。いきます。はい、 OK、 よし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 、このクリア画面酔うわ。でここで飛び越えていかないといけないってことね。はい、飛んでと、飛んでポッと、 OK ですね。次行きましょう。おお、すげえ複雑だけど、後ろとかには何もないですね。はい、さあそれではここを飛んでいく。うわ、もうもう酔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 う、わちょちょ、酔うって酔うって、それは、あっちょっと、あっちょっと、もう3、4、5、OKOK、 あとちょっと、あとちょっと、よし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 、やりました。結構難関だったんじゃないですかこれ。あ、あー、ゲームオーバーになったやつも見れるんだ。落ちた。最終的には、最終的にはリングにたどり着くんでね。はい、 OK です。はい、おっと、ここに立方体はいくつあるかみたいな問題が2つありますが、あ、え、 Remember to use shift、 あ、なるほど、シフトキーで走っていかないといけないと。 OK、まだチュートリアル的なポジションですね、どちらかといえば。まあこれは飛ばしてもいいでしょう。おっと、これはきついんじゃないか。シフト押さないとダメかな。はい、 OK、 おっと、行き過ぎた。シフトいらないか、シフトもしかしたらいらないかもしれません。あ、いるか。上りはシフトを使って、下りはシフトいらないって感じか。なるほどなるほど、それトリッキーな要素も加わってくるのね。オッケーオッケー、やりましたよ。はい、さあここで最初ミスって、あははは、いやー寂しいですね。でこいつも落ちるのね、ここで、あーってね。オッケーオッケー、うーわ、離れてるんでこれシフト使わないとダメですね。はい、飛ぶ、うー、ちょ、危ない危ない、ここもシフトか。あ、ちょ、あ、ダメか、シフトない方がいいかもしれませんね。はい、飛んで、ここでシフトなしでジャンプ、ここ行く、うわちょっとむずいわ。ここはシフトジャンプで、次が普通のジャンプで飛んで、ここも普通のジャンプで、ここはシフトでジャンプして、ここがむずいんだよな。そんでジャンプでいけるか、普通に、えい、あーダメか、行き過ぎた。うわむず、ここジャンプでしょ。あ、ちょっと下なの、こっから見る感じちょっと下にある、もしかして。じゃあ行きましょうか。はい、ジャンプジャンプ、おちゃちゃちゃい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 、ここはシフトでジャンプ OK で、これちょっと折り気味でいけばいいのかな。あ、ダメか、やっぱり上にあるよね。あれ目の錯覚かな、こっから低く見えるのは。目の錯覚で低く見えるとか、あ、そういうことだ、目の錯覚だ、ちゃんと。あ、ちょい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 、ここはシフトでジャンプ、ここは普通にジャンプで、ここも普通にジャンプ、よしよしで、ここでジャンプ、よし。でもこれちょこっとジャンプでいいのかな、ちょこっとジャンプどう、やった、よっしゃー、いった。おー、すごい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 。で6分11秒もかかっちゃったから、あの後練習を重ねまして、ベストタイムをね、2分21秒58まで短くすることができました。ただね、その中でも何回も死んだりしたので、まだまだ短くできそうなので、ちょっと今からね、喋りながら、
この2分21秒58を超えるようなプレイをしていきたいと思います。それではエンター。ハザッシュ、よし、1秒11、いいですね、スムーズ。次もです。次も走りながらジャンプ、オッケー、2秒24、いいですよ、いい。次が問題なんですが、これはこうちょっと慎重にショートカットする、これ直線距離で行くという、はい、まあ、一見ねこう斜めで行った方が速そうなんですが、行けるんですよねこれ、まっすぐに、はい、これショートカットになってると思います。はい、次はシフトをしながらジャンプして、もうシフトをしながら走ると、はい、結構短くなってるよ、10秒54だもん、まだいい、いいよ。で次が結構鬼門なんですけれども、危ない、危ない、危ないよ、危ないよ、危ないよ危なっかしいな、おい、まあ、でもいいよ、19秒、いいよ、超えられるかもしれない、結構危なっかしかったなこれ。はい、さあ最後の面ですね、ここでジャンプして、まあ、ここは普通のジャンプ、慎重に行こう、死ぬのが一番ダメだから慎重に行こう。よし、でここでジャンプすると、よっしゃー、33秒来たよ。いやもうノーデスだしね、いやーこれ、いや練習の成果だわ、いやもう2分21秒から33秒ですからね、割と頑張ったんじゃないですかね。でもただ皆様ならもっとうまくできると思いますので、ぜひこのサニックスピン2006ダウンロードしてプレイしてみてください。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。次回もまたよろしくお願いします。おいてめえら、チャンネル登録を忘れんなよ。ほう。